相手も人数かけて攻めてくる場面というのが少なかったので特別危ない場面ではなかったと思いますけど、ただそういった中でもしっかりゼロに抑えるということが良かったと思います。まあ、去年負けてるんでやっぱ入りは難しいなと思ってましたけど、まあ、ただいい形で先制点取れたんで、まあ、本来であれば2点3点と奪いたかったですけど、まあ、とにかくゼロに抑えれたってことが、まあ、勝利の要因になったと思います。